揚松美香は、日本のアルパ奏者。血液型 AB 型。長野県南安住郡穂高町出身。本名、藤間美香旧姓、揚松マ1994年12歳の頃、母、クリスティーナ・揚松の影響でアルパに興味を持ち、習い始めることに。4年後の1998年に、パラグアイの音楽祭、グアランバレフェスティバルで、 日本人初のアルパ奏者に選ばれ特別賞を受賞。その後数々の賞を受賞し、翌年、ラテンアメリカアルパフェスティバルに出演。その後コンサート活動を続けるが、2003年に一旦、活動停止。アイルランド、パラグアイなど、世界を巡りながら、アルパの世界を広げてゆく。2004年7月に活動を再開。2005年にキングレコードから、 ユニバーサルミュージックに遺跡し自身作曲のアルバムをリリースした。2006年7月、兄、ハイヤス氏が主催する作曲家集団、エレメンツガーデンのメンバーである、藤間ひとしと結婚。2007年、親友の水木奈々のライブ、奈々水木ライブミュージアムを初めて見に行く。同2007年開催の奈々水木ライブフォーミュラーと埼玉スーパーには初めて、 ハート、シェイプドちゃんとの演奏に参加。2009年にも、七水木ライブダイヤモンドに当初は見に行くつもりであったが出演した。2009年12月31日、水木七が第60回 NHK 紅白歌合戦に出場。親愛を歌唱し、三日自身も奏者として共演した。兄、ハイヤス氏によれば、譜面が読めないとのこと。このことは、 ハンヤス氏が2011年7月10日に投稿した自身のツイッターで明かされている。ちなみに、ハンヤス氏も譜面が読めないことを告白している。また、ハンヤス氏はこの中で、アルパはもともと譜面を必要としません。アげマツ家でアルパを広めようとしたのは、譜面が読めなくたって音楽を楽しんでほしいという気持ちがあったからです。と記述している。2014年12月7日。 第一子となる男児を出産。2016年6月に第二子の妊娠を公表し、10月25日に第二子の男児を出産。2018年8月、2016年にフォーカルジストニアの診断を受けたことと出産後からの主根管症候群とフォーカルジストニアによる右手親指の不全を自身のインスタグラムで公表。その後2019年1月に 親指の代わりに小指を用いての演奏維持が可能となったことから演奏活動の再開を発表。イーノッセンシャポエシアパシオンテソリトソルドミカアゲマツマキシマアニッパクルーズデルスールカバティーナアゲマツミカベストアルコアイリスニジ青春の輝きアゲマツミカプレーズカーペンターズアマネセール夜明けからありがとうございます。